こんにちは。シアターオーケストラコンサートオブリビオンの演出を担当します白井明です。今回、ロムシアター京都さんとそれから、京都市交響楽団の皆さんのコラボレーションということで、テーマはズバリ京京の皆さんです。京都市交響楽団の皆さんの演奏をこのロムシアター京都という空間を使っていかに劇的に見せられるか、聴いていただけるか、そこを皆さんに楽しんでいただければというふうに思っています。この3年間、私たちは、今まで経験したことのないような、辛い厳しい、思いをしてきました。舞台芸術が今までにない危機に瀕したことも事実です。その中で私たちが決して忘れてはいけないこと、それを糧にこれからより充実した舞台芸術を作っていくためにも、この演奏会を通して皆さんの心に届いていただければというふうに思っています。今回京都市交響楽団の皆さんにお願いしたのは、我々がこの3年間に感じてきたこと、思ってきたことを演奏していただきたいということで、私の方で選曲もさせていただきました。その演奏を映像作家である宮永明さんの映像とともに楽しんでいただくことで、より豊かな想像力を喚起していただけるんじゃないかなというふうに思っています。どうぞ楽しみにお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。